はようございます。森新造先生の新刊続終身教授録には第4項に死という項目があります。終身教授録は森新造先生がなさった天王寺師範学校の終身科の授業の記録なのであります。森先生はあえて終身教科書を使わずにご自身の口述を生徒が筆記したものです。第4項死についての講義の冒頭に、諸君らの中には私のこの終身の授業は少し変だと思われる人があるかもしれません。しかしこれは私が自分自身に対してその時その時に一番心の問題となっていることをお話ししているのです。ですから多くの場合諸君らに対して話すというより、むしろ私自身が自分に対して言い聞かせているわけですと書かれています。教科書に従って講義するというのではなく、自分自身でその時一番関心のある問題についてご自身の言葉で語っているものです。ですから講義について従って準備をしないといえば少しもしないとも言えますが、また準備をするといえば二六時中いつも準備をしているとも言えるわけです。すなわち見ること聞くこと皆終身の種ならざるはないわけですと説かれています。私なども先代の館長から、私どもはいつ何を見ても何をしても何を聞いても法話や講演の題材とならないものはないと教えられてきました。常にどこにいても教材でないものはないのです。そこで第4項死についても森先生が、最近私の親しい人々の中に相次いで亡くなった人がありますので、私自身としても今更のように死の問題が考えられます。そこで今日は死の問題について少しお話ししてみようと思いますと言って講義が始まっています。森先生は死を一生の総決算を意味するものと言い、さらに死によってその人の進化は決定せられるとまで仰せになっています。そして人は死してどこへ行くのであろうか、この問題はおおよそ生ある人間のいつかは必ず当面する問題と言ってよいでしょうと仰せになっておいて、死については実証的には永遠に知ることのできない災難の問題であるというのであります。森先生は死についてもし言い得ることがあるとしたら、我々は死によって聖伝の世界に帰るということでありましょう。そして聖伝の世界に帰るとはすなわち宇宙の根本生命に帰るということであります。それを宗教では、あるいは天国に帰るといい、あるいは浄土に生まれるというわけですが、この意味において死は何人にとっても安らぎであり憩いであるはずであります。同時に善人も悪人もこの永遠の安らぎに入るとき、すべては清められるわけでありますと説かれています。これが森先生の死生観だとわかります。東洋には古来、生は木なり死は木なりという言葉がありました。恵南寺にある言葉です。広辞苑によれば、人は天地の本源から生まれてしばらくこの仮の世に身を寄せるに過ぎないが、死はこの仮の世を去って元の本源に帰ることであると解説されています。死について考えるということは、私が満2歳の時からずっと貫いてきた課題であります。死の問題に取り組んで座禅を始めてずっと今日に至るのであります。
死について思うと、ふとアルフォンス・デーケンさんのことを思い出しました。初夏にデーケン先生の死とどう向き合うかという本がございます。デーケン先生は1932年ドイツのお生まれで、2020年88歳でお亡くなりになっています。円覚寺の夏季講座で講演していただいたこともありました。とてもユーモアあふれる先生であったことを覚えています。イエズス会司祭であり、上智大学名誉教授でありました。専門は死生学であります。死生学というのはどういう学問かというと、デーケン先生のこの本の初めに次のように書かれていますので引用させてもらいます。この世に生を受けたすべてのものにとって死は避けることのできない現実です。ではこの誰にでもいつか必ず訪れる死をしっかり見つめて考えるためには、死をどう捉えどう理解したらいいのでしょうか。これは年代や性別を問わず人間としてどうしても取り組まなければならない切実な課題だと思います。これを研究するのが死生学という学問の分野ですというのです。デーケン先生が死について思うようになったのが小学生の頃の戦争体験だそうです。第二次世界大戦の最中、戦争の終わり頃になると、毎晩のように敵機の来襲を知らせるサイレンで起こされ、眠い目をこすりながら家中揃って防空壕へ退避する生活が続きましたというのです。そして前日の午後、笑って別れた旧友が翌朝には一家全滅の無残な焼死体になっていたこともありますという体験をなされたのでした。こういう死と隣り合わせの毎日を通じて生と死について考え出すきっかけとなったそうなのです。この本の最終章は死後の生命への希望というもので、その中でデーケン先生は若い時には知識、財産、社会的地位、世間的評価など人はいろいろな目標を追い求めます。しかし誰でも年を取るにつれて若き日の夢の多くが結局は実現できなかったことに気づかされ、また幸い実現できた目標があってもそれだけでは心の渇きが決して満たされていないことを悟ります。その上、かつてあれほど努力して獲得し維持してきた健康や地位や財産などが徐々に失われていくのを感じないわけにはいきません。やがて誰でも死によって持てるすべてのものを手放さなければならなくなる時を迎えるのです。ここで私たちはいや応なく大きな方向転換を迫られますと書かれています。そしてさらに、人生の努力の重点を外面的なものから次第に内面的なものへと向け変えなければならないのです。ものを持つということの代わりにあるという新しい価値の領域を発見しなければなりません。何を持つかではなく、どんな人間であるかが大切になってくるのです。自分が築き上げ慣れ親だ持てるものへの執着を断って、もう一度自由な心で旅立つことを考える必要がありますと書かれています。どうあるかが問題になるというのです。さらにゲーテの言葉を紹介されています。ゲーテは人間の精神は本質的に不滅だと言います。彼は霊魂の不滅ということを次のような例えで述べています。死とは日が落ちる時のようなものだ。私たちの目からは隠れて見えなくなってしまっても、太陽そのものは地平線の向こうで変わらずに輝いている。それと同じように生命は死後も変わらずに存在し続けるのだという言葉です。前後に柵や金を飛んで海に入り、
仰天を古きによって一輪くれないなりというのがあります。昨晩太陽が海に沈んで、また朝になったら太陽が赤赤と昇ってきたという意味であります。ただ禅の場合、肉体と精神と分けて、肉体が滅んで精神だけが残るという見方はしていません。死は決して終わりではなく、また新たな命となってこの天と地を照らすというのであります。元気なうちに死について考え、死生観を持っておくことが大切であります。それでは姿勢と呼吸と整えます。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最小一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じます。すると鼻から自然と新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。